四角四面でいらなくてごめん。全能のくせして限界だごめん。まだ来ない未来に酔いしれてたら、アニメ化の波に飲まれました。中心から離れるほどに強くなる力にかかわらかって、天道に登るのも実家で寝るのも全てはあなた次第で、一だけ聞いたら女子のあなたに三千未来当たって、健康を見せるのも優雅でいるのも興味がないもんね。クラクラさせる怪しいのエコ、当たっては外れて青に良しなら、たまたまね誰かのエコ、そうできないのが大君の嘘がなんだ。ない作り損ない桃源郷にそんな福祉はない。あこんなに上手に滑るとは思わずといた義務再意識、伝わる声伝わればいいと感じたからでは近くて、戦争が起きるのも何はかあるのも結構どうでもよくて、一からなりえなり見える可能性だけが自慢で、台風の目とか言うから他僕の夢ですなんて叫んで出してみたい。あなたに共感もしないがなんとなく感じたけるわ、そんなあなたはねどれも行けず、リーダーも数子も言うはずだわ。小さいあなたに共感もしないとなんとなく感じたけるわ、そんなあなたが世界を救う冷静に知るを問いかけるわ。できたあの子は今尖り違ったスエレプリカ未満くらい溜まったのね、私のエゴその改善を壊したいの。クラクラしてる私は今怒りの抜け先を探してる、教えたまったこと触れいながら意地も君子も教科書にならないわ、教科書にならない。